来週、東大受験プロジェクト、来週のトワです。ムチャンチです。カベです。いやー、ついについにと、はい、長らくやりたかったんですよ、実はこの企画。完全にトワ発案でね。あ、そうなんですよ。もう僕はちょっとずっとやってみたくて、うん、これまで動画の中でもよく言ってるように、うん、個別指導塾の講師であったり、うん、まあ家庭教師等の数学をね担当してるんですけども、まあ、指導の経験があってですね、うん、でこれもまた動画で話してるんですけど、東大入りさんに2度落ちてるんですね、うん、っていうのもあってですね、どうにかして誰かを東大に受からせたいと。まずそっちからなんや、ね、はい。そしたらちょっと報われるんじゃないかというか、自分がその東大に行きたかったという気持ちというか、うん、まあ落ちたからな。あ、そうなんですよ、うん、まあ落ちたからなんですけど、うん、あんまやめや。いや、もう一旦その消化しきってるんで、全然亡霊やな。あ、そうなんですよ、亡霊として後ろからね支えてあげたいというか、うん、背後霊ちょっと、まあ背後霊なんですけど消化沈みなんで、うんうんうん、はい、くよくよするとかないですから安心してください。ちょっとでもね、現役受験生の力になりたいと言いますか、うん、僕がもう一度受験することっていうのは理論上は可能なんですけど、うん、不可能なので、うん、この来週、まあ、チャンネルの力を借りてですね、受験生を募集しまして、指導して東大に受からせたいなという、うん、今までさ、大学1年から家庭教師とか個別指導とかしてて、はい、千葉医とか受からしてるよ。そうですね、千葉医は高1から担当させていただいて、その生徒さん高3まで数学ずっと持ち上がって、お2人現役で千葉医に合格させてます。いや、めちゃくちゃすごいよ、はい、それはだから前期で受かったってことやな、うん、そうですね、1人前期1人後期で。へえ、はい。理三とか東大はまだおらへんってこと、過去の教え。そうですね、僕の属性的に国公立医学部を志望する受験生が多いです。でもほんまはだって中高6年間な、東大のことだけ考えてたわけやもんな。まあそうですね、基本東大のことだけ。そうですね、買った思いでしたね。はい、結ばれることは、あ、これもあの消化してるので、全然その全然くよくよするとかないんで、はい、ないやんな。はい、泣いてまうどい、泣かないんですけど、はい、全然くよくよするとかないんで、うん、はい、人生グラフとかもね、いろいろ喋ってると東大行きたかった頃の気持ちみたいな思い出してきてるというか、そういう受験生の同じような気持ちを叶えてあげたい。そうそうそうなんですよ。敗北が悪いこととは全然言わないんですけど、やっぱり勝利に導いてあげたいと言いますか、うん、少しでも手助けできることが我々にあればなと思い、はいはい、僕発案でお二方には力を貸していただくっていう形でこういった企画を実施するという運びになりました。うんうん、はい、一回俺もこっちゃんでやったことあるけど、受験生募集して東大受かるまで追っかけるっていうこと。そうですね、追っかけさせていただきたい。並走で、まあ勉強は教えるという、教えたい、教えたら受かったって言ってもらいたい、うん、ぐらい貢献したいという。はい、うん、トワはそもそもあれやもんね、将来自分で塾やりたいみたいに言ってもんね。塾はずっとやってみたいっすね。ちゃんとした塾としてやりたいね。まあなんか教育やっぱ大事やなって。オンラインで指導とかしてたりもするんで、うん、大手塾って本当にないんすよね、地方には、うん、まあそれこそ鉄力会だって大阪、うん、関西と関東東京にしかないですし、うん、じゃあ沖縄に住んでる子とかってどうすんの、うんっていうのがやっぱりずっとモヤモヤしてて、うん、の YouTube ってちょうどよくねっていう、裾野を広げるために今回ちょっとまあ試しにと言いますか、小規模版みたいなので、視聴者さんで受験生でまあ東大志望の方にちょっとやってみたいなっていうので。なるほど、はい、東大ですけど僕の中では。だから動画の企画でもあるし、はい、とあの個人的な思いでもあるし、うん、最終的には将来の目標に向けた準備みたいなところもあるよね。はい、そうですね、うん、とりあえず一旦僕の学生生活、塾講師とか家庭教師とかの指導系の集大成を来週とともに、はい、ということで、まあ僕たちも協力したいと思います。はい、今回のプロジェクト名、じゃあ先決めていい？いいっすよ。あのトワゴン桜でお願いします。いや、ベテゴン桜やんけ。すごいな、ドラゴン桜が及ぼした影響。いや、それしかないもん、ね、だって東大に生かしたいの。はい、どういうやつこそ東大行ったらいいと思う？ほんまに個人的なことでいいですか？うん、もうそろそろ受かりそうなやつ。そうやな、受かりそうなやつが東大に行くっていうのがルールなんで、うん、受験。そう、受かりそうやったのにやられてる。いや、そうそうそう、受かりそうなやつが落ちるっていうのがめっちゃかわいそうというか、うん、受験の残酷なところなんで。じゃあ、ちゃんと勉強した受かりそうなやつこ こそ東大に行けなのよ、俺のコンセプト的には、うん、っていうのをやります。うん、トワゴン桜、トワゴン桜です、うん、どうも、はい、プロジェクトはそうですね、トワゴン桜。トワは何を教えるんですか？数学を。うん、東大入試の現役の時何点だったんでしょう？現役103点。頼りだな。東大模試でも偏差値は90とか取ったことありますね、数学で。うん、俺はまあ何でも教えるけど、何を教えるかな。まあそうやな。
理想やもんな。英語とかなんのかなかな、あと現代文とかもワンチャンいけますよね。最悪ミーティングして誰かにつなぐわ。そうっすね。さてはあるぞという。うん、まあ別にそのします協力してくださるだけですから。うん、協力するよ、まあ、すごい。数学をまずとは教えるのと、俺はまあ計画とか聞いてミーティングしてみたいなしようかな。大事ですね、方針と言いますか。そうですね、うんうんうん、でまあ必要があれば英語とか現代文とか教えれるかな。得点力アップにつながる指導をっていう感じですね。東大国語は理系で80分の48とか、まあめちゃくちゃ高くはないけど結構高い。立派っす。英語も91とか、ね、これも立派っすね。そこそこはいけるかなと。はい。で加部さんは、加部さんも何か一応やってもらいたい。そうですね、まあ、俺はだからメンタル面とか大事大事大事。俺はセンター757点なんで、センターで757点を取る方法は教えれるんやけど、ギリ足あるぐらいかも。そうですね、足切り点が高い都市のちょうどそんぐらい。まあ文系やからな、社会とかはね教えたいんやけど、教えたいよな。いや、うん、教えたい。それ文系やもん。俺らの文系唯一やからな。うん、センター日本史が74でセンターチール76なんで、あんま教えれる資格がなくて、うん、まあまあまあなんかは教えれるかもしれないですけど、ね、でもなんかずっと俺一橋も結構怪しい中余裕をこけてたっていう、はあ、すごい。こき方を教えれる。うん、だから余裕のこき方を教えるのと、うん、一橋の悪いとことか言って東大に落ちたくないというなるほどな。うん、葉っぱのかけ方を教えこうかなっていう。すごいな。一橋を卒業したせいで今無職になってしまってるんだよ。そう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 、確かに東大やったらもう今頃電通入れてましたから。なるほど、すっごいアプローチ。うん、すごい角度から、まあまあ、うん、逆説的にね、反面教師として教えていきます。反面教師担当なんや。うん、珍しい、うん、おらんにょー塾に反面教師やってますって人。すごい余裕ある、うん、ベテランのキャッチャー一人入れてるみたいな。そうやな。3分の1で見せとくだけのやつ。そうです。いやでもありがたいですね、はい、まあまあ冗談、うん、まあなんかするでしょう。なんかはするでしょう。はい、メンタルはでも実際いるから、うん、息抜き担当とかの可能性もありますし。ボードゲームやりました、うん、いや俺は確かにな、家庭教師やってた時卓球とかしてたからな。生徒と、うん、金もらって。やば、すごいな、ギャラ飲みやん、うん、時給発生した。うん、すごい、マジギャラ飲みでもありプロスポーツ選手でもある、うん、金もらって卓球しだしたらもう水谷やん。水谷やん、うん、ツイッターもやかましいし。すごい。すごい。ということでまあ指導すると。そうですね、応募希望みたいな人はどれぐらい取るか分からんけど、本番はもちろん多分追っかけさせてもらうとして、うん、撮影 OK の人、撮影 OK 絶対条件ですね、うん、でまあ顔出しも基本 OK、うん、基本 OK じゃないと。でまあ高3か浪人、まあとりあえず今年度東大受験を考えてる人。基本東大一本の人の方がいい。そうっすね、できれば一本なんですけど、まあ下げるも下げるでドラマかもしれない。確かに。もし英語が一橋受かっても嬉しないもんな。いや、そんなことない。そんなことはないですけど。でもまた霊障系って言われる。霊障系。寝そべり霊障系。まあでも基本、東大一本ぐらいの覚悟の方。併願とかはあっても全然いいと思いますけど。うん、で、あと今年度受けた東大模試の成績表を Google フォームとかで送っていただきたい。はい、基本も概要欄にある Google フォームに必要事項全部書いてあるんで、うん、 そうですね、まあ、それを守ってくださいって、うん、そこから応募していただいて、うん、俺らに会いたいだけみたいな、うん、人間やから、マジでそれがシャン冷める。怖っ。せやな、うん、マジでその受かりたいやつだけ来てほしいっていう、本気で頑張りたいやつ、うん、まあ、もう9月やけど、でも10、11、12、1、2ってなったら、まあ、いや、結構がっつりよ。半年弱あるから。マジで。うん。半年弱あったら結構変わるよ。まあ、数学とかやったらマジで結構しっかり伸びる可能性あるよ、ね。あるある、まだまだ全然あるから、うん、数学苦手な人でもいいし、得意意識があって安定感を増したい人とかでもいいですし。うん、なるほどね。東大受かってないから、説得力ないやんけって思うかもしれない。そうなんですよ。でもね、そうならないために頑張りたいっていう、今回は僕が受からせてみたいっていう、まずそこで推奨してくるよっていう。、はい、正直な、僕が受からせてみたいなっていう興味本位と言いますか、まあまあそれはでも別に向こうにもリターンあるから、ね、そうですね、無料で教えてもらえて、まあ、ウィンウィン、あ、もちろん無料です。それウィンウィンなのかなっていうって感じですね。結構いろんな東大受験企画あるけど、高の塾は受からせてたわな。全員な、全員勝たなあかんからな、いずれ塾やるんやったら。いや、うん、そうっすね、まあ、とりあえずでも一人は絶対な、うん、雷獣が育てた東大生ですよ。そうな、もうそんな
やばいことになるでしょ、東大で。そいつ。スター。スターなる？うん。スターも育てるからだから、同時に。あと、東大受かってスターなりたいやつ来いっていう。だって、普通の受験生やったら動画出るのもしかしたらマイナスかもしれんから。うん。テクニックで翻弄みたいな。あ、まあそうっすね。あいつは兄弟志望やから、ちょっと見てみよう。兄弟経済。ああいうもう、シャーみたいなやつ来たら熱い。熱いな、マジで来てほしい。うん、ほんま。ミスターコン、ミスコン出たいやつとか。あのぐらいやったりますみたいな。まあね、私、僕、うん、東大行ってやったりますみたいな。うん。かましたりますみたいな来てくれたら熱いかな、うん、熱い。妹とか推薦してくださっても、はい、あ、そうです、ね、ジャニーズ方式で確かに行かせていただきます。推薦ね、派遣もあり、はい、で、まあ候補になったらフォームで全員は多分無理やから、うん、何人か話したい人とトワが話すみたいな感じ。そうですね、僕まあ都合合えばですけど、うん、まあ基本最初の方はオンラインなのかな。面接とかそういう選考段階では、うん、そうね、わかんないですけどどんぐらい来るかが。マジでどれぐらいの頻度で対面をするわけ？イベントがあるごとじゃないですか。1、2ヶ月に1回ぐらいはって考えてますけど、個人的に。おー、まあなんとなくやけど、メンバー決まったら1回集まって話聞いて、うん、まあ授業をするかわからんけど、うん、頑張るぞみたいななって、はい、はいはいはい。でまた秋模試とか11月にあるんで、その時に1回で共通テストの時に1回で本番直前に1回と本番に1回みたいな、うんうん、まあ 4,5 回、はい、イメージで僕はいますね、はいはいはい、でまあその度に授業をしつつ現状聞きつつ、はい、現状聞きつつのイメージです、マジで。その間の期間で、まあ、トワが数学教えるってなったらオンラインで。そうですね、オンラインで添削とかしてみたいな。まあもちろん添削もありますし、まあその辺決まったらしっかり決める。そうですね、お2週に1回とかはまあやりたいなっていうふうには思ってますね、どうせやるからには。俺はじゃあスペシャル講師のアシュラとサグサグ用意しとくわ。強っ。アシュラさんは確かに英語と現代文を主に研究してはるっていう。そうそう、理算にいながら理算を受けてるっていうすごい人なんですけど、アシュラさん、うん、でサグサグはもう言わずもがな天才。今アメリカとか留学してるんで、うんうん、相談しておきます、ちょっと、うん、用意しておきます。そうですね、スペシャル講師。お、はい、1回だけそのアシュラが授業したりしたらおもろい。おもろいおもろい。アシュラです。喋り方。おいっす。哲力の T 先生似てる。おいっすって言って、うんうん、アシュラっす、おっすみたいな感じでアシュラさん授業していただけると思うんで、可能な場合に。そうね。なんかトワの数学の授業も見れるかもね、また。前回好評やったからな。あ、確かに。うん、お前らこれだけは覚えてくれ。それ哲力界の T 先生、カリスマ数学講師の T。 髪長すぎて洋式の便器の水に髪が浸かったっていうので有名な。違ったっけ。ないね、そんなこと。お前らこれだけは覚えてくれ。そんなしゃがれてん、お前ら。てわ、言ってることよくわかんないよっていう人いませんか。全然しゃがれてない。こんな感じ。いや、もうカリスマなんですよ。夏で差がつきます。めっちゃカリスマやん。ほんま説得力ある。なんか全員言うねんけどな、うん、全員言うのになんか厚みがある。そうやな、うん、それほんまカリスマ性出るな。一応必要事項としてはそんな感じかな。ペースも言いましたし、どういう風に応募していただくかっていうのも言いましたし、うん、まあコンセプトというか動機も言いましたし、うん、あとは何やろ、塾の名前か。おお、名前決めな。そうやね、名前ないねん、まだ全然。いや、とわ塾はそんな来住としてその将来やるって考えるんだったら、とわ一人にするのは良くないかもね。うん、背負えないですよ。雷塾とか。雷塾、雷学園。雷学園。浜学園。浜学園、のぞみ学園の雷学園。ほぼ稲妻イレブンやね。中学受験やったら教えれるしな、俺も。確かに。算数とかね。うん、来年やったらいいやん。中学受験。中学受験。奈良中受験プロジェクトやった。やりたいやりたい。そうや、親御さん結構見てはるから。確かに。ぜひ我が子っていうな。改正受験とかもな、全然。めっちゃおもろいぞ、小6が。うわーとか言ってた。おもろいぞ、マジで。見たいなぁ。壁先生壁先生じゃないっすかって言って。見たいなぁ。実地行ったりとかして、関西行って、授業とか。いいね、だからそういうね、ベクトルでもやっていきたい、本当に。うん、塾の名前どうしよっか。あ、来住ドリーム。え、RD 固定なの。いややわ。確かにな、夢を売る仕事やからな、塾も。まあ、ドリームは入ってていいよな。うん、か、音侍みたいな感じに文字にするか、どっちかじゃない。塾侍。塾侍。さっき塾が来るっていう。確かに珍しいか。現役時代どこの塾行ってたん？ん？俺？塾侍。嫌でしょ。受からなさそうやもん。鉄力と塾侍のやつ嫌でしょ、掛け持ちで。確かに、鉄力界と掛け持ちしてもいいぐらいかっこいいな。いや、そうそうそう。ああ、多分その関東の人とかでほんまに応募してくる人ってワンチャン掛け持つ可能性だってある。確かに、恥ずかしくて言えへん、塾侍じゃ。そう、確かに。鉄力界だけやでって言われると困っちゃう、うん、そうやな。鉄力界と双璧をなす存在みたいになるか。かっこえ。
夢でっか漢字3文字って雷獣雷獣3分の2もう雷獣でいくの霹靂霹靂青天の霹靂な霹靂界稲妻霹靂門稲妻妻はズマ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 稲妻妻って書いて稲妻妻ナンバーアイと思われてます確かに稲妻でもいいけどな稲妻かっこいいけどな稲妻だけ稲妻があるのにもうこの世にてか鉄力ってえぐいなかっこよくないですか鉄力って、うん、ぐらい抑えめの方がいいねんだから、うん、雷とか入ってるのダサいね鉄と緑っていうのかな、ね、そう控えめなのがかっこいいから絶妙やなナイスポエムやななんかいやだから塾名って考えたら雷やと多分モチーフがでかすぎるから雷をなんかシンプルにしたみたいな電気の電電気とか黄色とか、うん、黄ね光とかああ黄色な、うん、光とか黄色とかいいな使いやすそう、まあ、望みとかもそうしな光彦でも光彦ってほぼ鉄力っすよ確かにな。よう考えたら彦は彦彦彦は彦でも鉄力の生徒って光彦みたいなやつばっかりやもんな。いやせやねあゆみちゃんみたいな生徒たまにおったらな、うん、みんなでオタク担当があいつしかおらへんだけやねほんまに将来このままやっていくってなった場合光とかがちょうどいいようなまあ黄はまあワンチャンあってもいいけど黄は黄色黄色黄門えびっくりした水戸黄門いや水戸のやね水戸のやね水戸のってさアナルって言われてまうって絶対言われるな塾生がさお前この後アナルなんて絶対言われる肛門塾じゃ肛門塾塾もつけんのあかんか肛門塾って塾肛門はあかんなんで俺毎回塾を前につけたがるやろ塾っておもろいね変な言葉や漢字一文字で塾って夢塾夢塾あるやろもう絶対どこかには塾塾あれ塾した塾ってこといや塾か2個塾塾いや焼肉あんのみたいな塾塾なんやろうないやむずいっすよねどんな塾にしたいかとかやんな確かにそっちから考えた東大専門にするわけじゃないねんからまあそうですねでもその俺はもしやるんやったら、まあ、受からすのもそうやけどそいつの人生にとってプラスになるような塾にしたいな人生全体をよくできるというかただただ無理して受かればいいとかではないというか、はいはいはい、そいつが成長して家族とか教える側にとってもプラスになるようなはいはいはい、はい、プラスって結構キーワードドリームプラスドリームプラス点点点は点点点なんで余韻欲しいお前の大喜利やなドリームプラス点点点ニコアンドやねほぼ一緒やなドリームプラス点点点何を添えるか次第で夢が叶うよみたいなあるわそういう広告いやいやわなんかある近くのとこは自分で埋めてくださいみたい な手書きのやつがいろんな人著名人がいろんなの書いてるみたいなドリームプラス点点点ドリプラドリプラいやいやドリプラなんかどういう塾にしてみたいなそうですね抜かりなく受かってほしいんだよなああいいやん落とし穴にはまらないというか、うん、本番に強くなるというかうんああ勝負強いみたいなああいいっすね勝負とか大事かもチャンスに強いみたいなでもさこいつがさそれを打ち出して作った塾不安じゃないいやせやねんこいつの中にめっちゃ抱えてるやんっていうスーパーボトルネックやねんそこが今トラウマなんやってなるというか生徒が、うん、あの塾なんで勝負塾っていう名前なんみたいないやなんか、うん、リサに2回落ちてるらしくて塾長が、うん、そこから勝負強さの大切さを解くために勝負塾にしたらしいってなったらピーに君やめようってなりそうそうやな確かにずらそうちょっと宗教みたいになるもんななんかそうその勝負に主眼を置きすぎてるようになりそうやんな快楽は快楽快楽快楽だけカタカナで快楽快楽パチンコ屋やん快楽快楽怖誰と行きたないどっから出てきた快楽楽な感じあでも確かに来週の雰囲気とは合うかもね、うん、は快楽獣快楽獣お前めっちゃエロいやん快楽獣快楽をむさぼる獣快楽獣出身鉄力界と快楽獣快楽天やんほぼさお前聞き終わると思ったよ快楽獣あかんか獣とかはいいけどなんかそのがむしゃらな感じ、はい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 、ちょっとつぼのシーンとか言いますもんねうんうん弁獣は弁獣勉強の獣弁獣弁獣嫌だ気持ち悪なんか嫌かな獣がなんか汁みたいで嫌や、うん、汚いか音だけ聞くとやっぱ厳しい厳しいまあもうほんま言葉が気に入った1単語2単語とかでいい気するけどなプラスとか良かったけどな光とかプラスとか弁とか良かったな勤める
あでも努力とかいいな。ど、ど、勤めるのど。夢、努力、勝利。ドリームみたいな。一文字ずつ当てて。あーヤンキーみたいな。あ、そうそうそう。よろしくみたいな。絶対やめよ。めっちゃいいやん。理さんのり？おーめっちゃいいやん。理系。努力のど。で、ムーは文系の文で。ムー？ムー？ドリーム？ドリーム？ムンジェインの時限定の。あるおるおるおる。おるけど。ドリーム、中国人な。うん。ブンさん。何やろう？受かるが目的というよりかは成長が目的というか成熟とかそういう、うん、人として、うん、人としてその受験から何か得るものが大きくなればいいなっていうとこっすよね。そこがやっぱ違いというか他の塾との。そうね、それは俺らがグラフの動画とかでずっと言ってる。いや、そうなんですよ。そこが売りというか、落ちても何か得るものあったよねっていう、結果的に考えて生きていくための練習みたいな。そう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 、だから考えて勉強するのをやっぱ推していきたいというか、はいはい、それでやっぱ2人雇ってますし、そうやな、そういう観点からも、そうやな、うん、多様性を担保してるわけ。そう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 。何やろ、家庭、家庭塾、家庭塾、家庭塾、なんかストイックそうやな。家庭塾めっちゃいいかも。でもその何塾でめっちゃ短いっていうのいいかも。かっこいいよな。かっこいい、うん、家庭塾、家庭塾かっこえ。でもその米辺に量やんな、うん、家庭塾、うん、その受験に勝てともかかってるし。ああ、確かに受かってみたいな。よくないか。そうなるとよくない。いや、危なかった。今気づけてよかった。危ね。危ないで。ちょっと恥ずかしいよな、うん。恥ずかしい、ダブルミーニングになるの。危ない危ない危ない。ダブルミーニング恥ずかしい。恥ずかしい。いや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 。一個やんな。いやよ。でも何塾にしよう、もう。かっこいいわ。なんとか塾やな。うん、塾。弁塾。弁塾も嫌や。弁塾と同じ嫌さがあるな。うん。塾。なんで塾から行きたいの。家庭塾ってえぐいな。しっくりくるわ、家庭が。KT やもんな、死因が。そう。気持ちがいい。うん。金属音。そう。家庭塾。家庭塾。ベベン。家庭塾。CM も出てきたもん。うん。ベベン、しっくりは来てるな。家庭塾。家業試してみる？ヒコ塾とか。テカ塾とか。まあ、テカ塾な。コテ塾。キテ塾。家庭塾がでも一番かっこいい。かっこいいな。うん。母音、あえって気持ちいいよ。口塾もあかんしな。靴塾。血塾。血塾。血塾一番あかんよ。弁塾よりあかん。まあ、家庭塾かっこ仮でいいか。うん、一旦、今年度。うん、今年度うちの塾の名前は、うん、家庭塾。家庭塾。まだそのスタートアップというか、来週より全然その小さい組織、俺ら3人しかおらない、うんうん、だから家庭塾ぐらいですよ。ほんま最初は、うん、みんなの糧となるという思いを込めて、うんうん、いやそうやね、うん、勝負に勝てという思いはこもってなくて、こもってない、シングルミーニングの、うん、何かの糧となれっていう家庭塾、うん、あ、じゃあ家庭塾塾長の、どうも家庭塾塾長の。言いたくねえ、家庭塾塾長って。いや、かっこいいな、家庭塾。うん、家庭塾。ダッサ、やばい、戻れる、まだまだ戻れる。いや、家庭塾もう戻らん。変なの、いじられてたんや。いじられてた。はい、絶対いじられるやん。乗せられてたな、俺らにな。カート手かっこいいっすね。いや、うん、カート手はかっこいいよ。でもちゃえよ、来週やん、ほぼ家庭塾なんて。うん、家庭塾。はい、じゃあ家庭塾一期生募集いたします。はい、トワゴン桜の、まあ、プロジェクトの一環として家庭塾の名前のせいで誰も応募してくれへんかとさる。いや、みんなの糧になるよね、絶対。うん、うん、我々がみんなの糧となるし、はい、その経験がみんなの人生の糧になる。メテゴン桜出た人とかもみんないい思い出になったって言ってるし、うん、1日2日は取られるかもしれんけど、うん、撮影でその日も絶対勉強教えるし、はい、教えます、うん、それは責任持って。いや、それを残せるっていうのはマジで貴重なことだと思うんで、うん、動画出るのがプラスだけではないですけど、まあ、もちろんデメリットもあるやろうし、まあ、親御さんとかにもね相談しないと、うんうん、バレたら困りますとか言われたらな。なのでできる限り Google フォームに必要事項は記載しておきますので、トワゴン桜プロジェクトの、家庭塾一期生に皆さんぜひ、応募して僕たちと一緒に合格をつかみ取りましょう。うん。